ら、パートで働いています。職場の人とそれなりに適当に合わせて働いていますが、理不尽だなと思うことや人の言動で気分の悪いことがよくありますと。腹が立って、疲れるので、所詮人は人と割り切りたいのですが、割り切れない時も多々あります。どうすればもっと楽に生きられるのですかっていう、まあ、職場での、まあ、人間関係の悩みということだと思うんですけど、良きアドバイスをお願いしますと。だってパートに出るってことはそういうことも全部含めてやり進めたわけだし、そう。まあ、だって人間関係ってやっぱりちょっとつきまとうというかね、もうどこに行ってもやっぱりね、そこはね、うんうん、こう避けられない問題ですもんね。もう自然にフェードアウトしかするしかないよね。だってそんなのいちいちやってたって正月。だから私はなんで外へ出ない、それよ。もう煩わしさには自分からはいかないと。煩わしさはもう無理って言って、そう。だからその金銭面と煩わしさと自分の心と兼ね合わせた時に、だからそれの選択ができる自分は今幸せなんだなと思いますよ。本当だったら社畜になってね、母を預けてる間にパートかなんかに出て社畜になってなくちゃいけないわけでしょ、本当だったらね。まあけどそうだよね、人間関係で別に職場に限ったことじゃなくて、当然学校もそうだし、ね、そのママさん付き合いもそうだし、ね、こうご近所付き合いもそうだし、まあね、いろんなことを言ってくる人はいるでしょうけど、それにまた変な話、いちいちこう、ね、目くじら立てても仕方ないこともあるでしょうね。ただでもそういうふうに思えるのは心がこうホットにしてる時だけで、やっぱりうっと考えてる時に分かってるけどできねえんだよっていうのが現実だと思うの。でも自分がパートに出るってことはこういうことをもう全部分かって、結局40何年も生きてるわけだから、はい、みんながみんな自分にねニコッとしてくれてるわけじゃないっていうことを経験もしてるはずなんだから、もうそれはね、言ってもしょうがないよねっていう、嫌だったらスーッとフェードアウトして仕事だけすればいい、お仕事って。あ、そうだよね。そういう自分のある程度この、ね、身の守り方っていうのはやっぱり身につけておかないと、身につけてないと、もういち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 ね。